<laughs> えっとスチュワートハムロス先生があま来にしてその講演を聴講したので皆さんにもお伝えしたいと。はいはいあの内容に思いっきり立ち入りますのでちょっと難しい話がこれから続きます。はい、<は>今のところ前回はあの生物学の一般に話をして、はい。ここまではチュートリアルだったんですがここから本気内容に入ります。 えっとこっからさらにえっと2つのセクションに分け分け,分けますけど、1つは微小管で計算しているとで、次ここではない。次のセクションであのえっと量子的な効果という話になりますんで、ここではまだ量子はあんまり出てこないです。はい、どんどん行きましょう。はい、行きましょう。えっと先ほどのチューブリン。 アルファチューブリンとベータチューブリンの重合したものだというのがありますけど、これがこの1つの単位で2つの状態を取り得るということなんですね。ここにあのちっちゃいポツマイナスみたいなのが書いて、これ電子なんですねで。電子が自由に動けて、アルファ側にいる状態と、下の方行ってベータ側にいる状態というのがあって、これでそのチューブリンの電気的な曲線が変わると言うんですね。なので、記号ではその上の状態を白で書いて、えー、下の状態を黒で書くと、これがもう1ビット、0か1の状態をと というふうに見ることができるので、これがまあ、まああメモリーみたいに機能しうるだろうということですね。という仮説です。あのこれ、えっと論文見るわかるように、これ1999年あ、1990年なんで30年来言い続けてるわけですね。<あ>だけどこれ、だからハメロフさんが言ってる仮説なんですかそうですね。すねえっとがラスムッセン さんでえっと、ハメロフさんの名前も論文の中にありますけど30年前からずっと言ってる仮説なんですね。だけど<ー> Wikipedia にそんなこと書いてないということはあんまり一般には信じられてないマイナーな仮説あの確定したことではないという それで、そうするとそれがなんかこう、連絡し合ってるので、えっと、電子がこっちへ寄ったら、周りのチューブリンもこっちへ寄れ、こっちへ寄れってあの影響し合うので、そうすると、なんか最初のパターンがこうだったら、えっと、1から2へ時間が経つとこうなり、3へ時間が経つとこうなりっていうふうになんかこう、模様が広がっていくとか、あるいは1が最初のパターンがこうだったら、これ多分シミュレーションだと思うんですけど、ね、2は同じパターンなんだけど1 1つ、1コマ1つ下へずれるとか、ね、3はさらに1コマずれるとか。これあの ライフゲームってありますよね。あのコンウェイだかが考えたっていうあのもっと一般的に言うとあれなんなんつんでしたっ。あのセロがオートマトンじゃない。それですそれですそれですあれよだれ。セロオートマトン上に書いてますよこの世代<当>だ。本 <laughs> 見えてなかった。<laughs> そう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 いうことなんですよ。ね、なのでマイクロチューブルがこういう計算みたいなことをできる機能を持ってんじゃないかと。 そういうい仮説なんですよね、うんえっと、それでもしその仮説が正しいんだとするとシナプスの計算に比べてすげえ量の計算ができるよっていうのがこの計算ですね。で あのニューロンで考えると1ニューロンあたり、まあ、シナプス結合がまあ1000個から1万個ぐらいあって脳には10の11乗のニューロンがあって大体100ヘルツぐらいで発火するというと、まあ、発火パターンだけですけどこれ一斉に全部発火できないですからあのあのスパースだからこうはいかないんですけど、まあ、取り得る状態の数ってことで計算量を言うと10の16乗。 回の演算を脳あたり1秒あたたりり秒でできるというのがあの普通のシナプス結合で、皮肉っぽく AI とかシングラリティとか書いてありますけどね、このシングラリティとか言ってる人はこんな計算してんだよねってすごく、あの、 こう内心バカにした調子で書いてる <laughs> ような気がしますけどね <laughs>。それで、マイクロチューブルだとどうかというと、えっと、1ニューロンの中にあのチューブリンの小さいあの2つの状態を取り寄る単位が10の9乗個も入ってて、で、これいこんです。それからそれがあの振動するというかの状態変化が10の7乗ヘルツで変化できるので、もう1ニューロンの中で、この脳の中で できると思われてた演算量が1個の細胞の中でできちゃうよと。それがこんだけあるんだから10の27乗回の演算が1秒あたり、のあたりでできちゃうよということで11桁上がりましたねと。だから計算機分回したってまだまだシンュラリティーなんか来ないんですよと言いたいようですあの <laughs>、ま。松田先生は怒ってなければいいですけどねと。<laughs> まあカメロフはそういう主張のようです。うん、とりあえず面白いですね。<の> もうそれも数字上げただけの話であって。試算ですからね、あくまでもね。うん、で、あの論文を見るとこんなことも書いてあります。えっと、ホジキンハクスレっていうのはその、えっと、あのシナプス結合から隣のニューロンの発火状態を受け取って、累積してきて、式位置を超えたら自分が発火するっていう、そういうパターンで、あのそれは結局意識の説明にはな全く何もなってないだろうと言ってて、さらにこれすごいですね、インサウトニューロンスって言ってるから、これあの この細胞をあの舐めてんじゃないよと、細胞に謝れというぐらいの調子で言ってますね。えっと、それでちょっと話はあの変わるんですが脳全体ではどうかって話なんですけど、これ、脳で、あの左側の,あの顔ですよねあの目、目鼻があるのが左側で、えっとまあ、目から映像信号が入ってくると、視床株通るんですかね、これ一番の一番奥のところが V1 ですね、あの第一視覚や。 ここにあの視覚情報が来て、それがさらに脳のてっぺんを通って、大脳皮質ですね、通って、えっと、前頭前野、PFC ってプリフロンタルコーテックスですね。えっと、そこへ行って、そこからなんかブロードキャストされると、わーっと情報があの分拡散していくという流れのようです。それで、まあ、これには大体0.1秒。 んいいのか100ミリ秒ぐらいかかるので、3で意識に上るので、あの意識は遅れてやってくるということですね。で、あの麻酔というのは、全身麻酔ですけど、特に3にだけあの作用するので、全身麻酔下にあっても、1には普通に起きてるんだそうですね。で、あの麻酔が不思議なのは、その身体とか脳の他の機能にはほとんど影響せず、意識だけを選択的に消すという機能があるので、この麻酔の作用が明らかになれば、 ある程度意識の出どころというか、なんか解明できるんじゃないかと。だから、ここがまあハメロフの強みで、ハメロフは麻酔界なので。こ からアプローチできるぞというなんか強みがあるぞというのはあると思いますこれは別に全然不思議じゃなくて、はいはい、いわゆるその1から2行くのはこれ、うん、ボトムアップでしょそれ、はい、からこの3っていうのはトップダウンの方でしょだから意識っていうのはトップダウンが重要なんだから、うん、にハメロフでなくたってこのことで別に誰も反対しないといああまあ一般論とした方はそうですね、うん、問題ないところだと思いますはい。 それで、さらに大脳皮質っていうのはこう6層からなって、この中でも情報の流れがあって、あの目から入ってきた情報っていうのは、この第4層を水平にしてゅといくらしいですね。で、さらに、えっと、次の丸二っていうのは黄色い線で、まあ、なんかいろんな上行ったり下行ったりするんですね。で、結局、赤い線で最後に集まってきて、最終的にここは第5層のこのピラミッド型の巨大なニューロンのところへ行くと。 言ってるんですねなので、こいつなんかやってそうだぞと意識に関係ありそうな感じがすると言ってるわけですね。ここ,<で>ここも字をだから別に、ハ<ー>メロフが言う話じゃなくて、ここはじゃあ、あんまり反対ポイントはないと。で、まあ、これ、うん、断面図で言うと、まあ、ここ大郷さんのところにあのでかい。 巨大な、えー、ピラミッド型のニューロンがあって、これ、えっと、えっと、樹状突起が水平と垂直に伸びてるんですね。で、垂直の上の方へ行く樹状突起が一番上まで達してて、こっから脳波が出てて、検出されるのは、ここから出た脳波を検出するということは、なんかやっぱり意識っぽいですよね。それから。 あれでしょう、うん、やっぱりその、うん、そこが発火するから出るんであって、うん、上の方は事情ときはね、それは受ける方なんであって、うん、情報を。そこからの方が出るとは僕は思う。うん、ま,あまあまあいいや。この辺の話は別に不思議でもなんでもなくて、神経科学やってた常識的な話ですよ。あと、事情特き水平方向にも張り巡らされているということですね。はい んで下が伸びてるのがえー アク,ションアクソン、アクソン、軸、え、索、っとえっと、ククですね。軸索、うん、は、まあ、あのいろんなとこ行ってるんだけど、まあ、行動出力の塩髄の,の方まで行ってるのもあるので、まあ、行動出力にも関係あるし、うん、あの自由意志みたいなものもなんかここから出てるんじゃないのという感じがする。まあまあまあ、そこはあれです。これで、この、えっと、巨大な、えー、ピラミッド型の、えー、細胞、えー、脳神経細胞、ニューロンですけど、こんなふうになってて、まあ 先ほどのセントレオールがここにあると中心、中心小体がここにあると、それからあの問題になっている、えー、っと微小管、えーっと、マイクロチューブルがこんな風になっているということですね。あと、あのまあ、こうつないでいる紐みたいなやつがあってこれタウタンパク質というんですけど、それまあまあ、大体こんな構造になっていますということですね。 それでえっとちょっと面白いのがこの水平方向に行く事情突起があるんですけど、この水平方向に伸びてる事情突起同士の結合ってのがあるんですね。普通のえっとあのシナプス結合って、こんな風に隙間が空いてて、あの神経伝達物質を介して物質をやり。あの。 かた片方に届けることであの情報をあの送,って送り込んでるんですけどこっちはイオンをあのやり取りすることでなんか情報を相互に送れるとこんな結合もあるんだということですね。あのうん、そこも常識ですけどあららそうですか <laughs>、はいえっとで。これはハメロフの図であ書いてないですけどね。えっとあのこれあのなんていうかひあとこの左の方が樹状突起で右の方に伸びてるのがえっと アクソン、えっと、軸作ですねで、えっと、この色がついているあの細い線が、えっと、例のマイクロチューブルなんですがあのどこにあるかによって特徴が違うんですね。軸索の中のやつは長いしこれグラデーションになっていますよね。グラデーションの向きが揃っているので曲線というかこれあの、えっと、マイクロチューブルにも頭と尻尾があって向きが揃っているんですね。ところが樹、えっと、状突起の中にあるやつは向きが。 なんか反対向きになってたりしてよくわからんあの、それで何が違うのかよくわからないんですけど何か違いがある。だから、えっと、この あのマイクロチューブル自体はどの細胞にもあるし、キノコにもあるんだけど、えっと、こ,んこういう構造してるのは、樹状突起の中のに特徴的なので、あの短くぶつ切れでだしあの、向きが揃ってないという特徴があるので、それが何かしてるかもしれないという、まあ、示唆してる程度のことですね。だからえっと、誰が言ったのあそれはハメローが言ってます、つまり、あのああじゃあ、細胞があるからって手足で考えてるのかっていうと、そんなことはないぞと、手足は計算してないぞと。 ねうん、一番最初のお話だったら、うん、細胞の中に、ね、はマイクロチューブルがいっぱいあるよって、はい、これが考えてるみたいなこと言ったから、手足が考えてるみたいに思ったんだけど、こう、えー、じゃなくてニューロンの中のマイクロチューブルだけが重要だというわけね。ハメロフはそういう主張をしてます。ではんでなんだって話になっで、まあ、まあいいやそあまでは突っ込めなかったですね。だから、まあ示唆してる程度で、ちゃんと最後まで説明してないんですね。ただ、えっと、あこれはちょっとわ、まあ マイクロチューブル同士ががう紐みたいなのがつながって、これがタウタンパク質、タウっていうのはあのギレシュ文字の T みたいなタウですけど、タウタンパク質っいうのがつながってるんだから、なんかすだれみたいな構造になってるんですよね。で、えっと、これになんかリンカなんかを与えるとこの、これが溶けちゃうんですね。そうすると、この本体のマイクロチューブルの,あのチューブリンもバラバラにほぐれていっちゃうと。で、こうなるとアルツハイマーが発症すると。 いうのでやっぱりなんか意識に関係あるんじゃないか、ええ。そこも <laughs> そこも意識と関係なくて、それはマイクあのアルツハイマーの話です。それも結構よく知られてる話ですよ、ええ、ああそうですか。いやだからなんだってね、いろんな現象があって、ええ、それをね、ええ、あの。 なんかいろいろ傍っていうか妄想でね、いろんなこと言ったけど、その互換もい今の段階、そんななんですよあの、決定だってないんですよね、だから、裏付けこの,辺の話を、ええ、意識と言わなければね、神経、うん、科学者とか脳科学者は別にそうですねって言われ仮に微小管で巨大な計算ができたとしたって、それで意識がどう開いていくかって説明には一つもなってませんねというのは、これはハメロフ自身がこう言ってます。 そうですよ。なってませんよ。うん、そんな保証ばっかり言ってんだからそうなんですいやいや最後まで聞いても帽子しかないです。<laughs> なので、えっとここまでで、そのえっと微小管のあの計算機能という話を一旦あの切りたいと思います。いやだからこれは話を聞いてね。うん、渡辺先生みたいなまともな学者がね。賛成しないのは当然ですよね。うん また途中ということで、ちょっと最後まで聞く方がいいかもしれませんね。いや、今の話もそうですけども、別に新たなことは何も言ってなくて、うん、まあ意識という言葉を妙にち <laughs> りばめただけな感じがしますけど。うん、それは多分小林さんがちりばめたんでしょカメロフがそこにちりばめてるわけ。うん、うん、でも、うんそ、うん、まあそれっぽいことを、だから、傍子として、そん情いを。うん ああそうですねだから別に決定だという証拠にはなってないけど状況証拠みたいな周辺的な証拠的なものにはなってるでしょと言いたいようです。っなってないと思うね。ああでもちょっとそれは今の時点では認めがたいところが、うんうん。はいはい。お多くの物理学者もそう言ってます。というか <laughs> 多く中間ね多く中間ね <laughs>、はい、多分ねこういう問題研究してる99%の人は信用しないと思う。